昭和30年の今日、つまり10月1日、この日は新潟市の方々には忘れることのできない日ですね。大火事があって、火が悪魔の舌のように町の中心部を舐め尽くしてしまいました。火元は新潟県庁の分館だったんですが、折からの台風22号の影響で瞬間風速30メートルの強風に煽られたってんつからたまりませんよ。7時間も燃え続けて新潟市はこのありさま。出火と同時に新潟市をはじめ付近の市や町から応援の消防団や自衛隊など合わせて1400人もの人々が駆けつけてくれたんですが、新潟市の中心部はご覧のような焼け野原になっちまったんですね。繁華街も瓦礫の山になっちゃって、静かな情緒をたたえたこの町も見るも無残なことになっちまいました。町は夕方になってもくすぶり続けて、焼け出された人たちは一体これからどうしたらいいんだろうと呆然としてました。とにかくこの火事で新潟の中心部は壊滅。1617世帯の人々が焼け出され、重軽傷者は60人という痛手を受けたんです。でも新潟県人は粘り強いですね。早速再建に取り掛かりました。そして一旦は復興しましたが、昭和39年の大地震でまたまためちゃくちゃ。でもそれにもめげず、今また新潟は新しい町へと発展しています。